ふつさ。皆さんお待たせしました。GTA のお時間、またの名は、犯罪のお時間。誰も待ってねえよ、フォートナイトやれ。フォートナイトも人殺してるし犯罪してるわ。ということで今回の実況は俺と霊夢とマリサとレミリアでやっていきます。てかなんで銃撃ってんだよお前。みんなめっちゃビビっててくさ。暇だから銃撃った。暇つぶし感覚で発砲しないで。発砲スチロールにするよ。せめて発砲祭にしろや。発砲祭ならいいのかよ。なんか指名手配かかっちゃった。なんかじゃねえよ、何やってるんだよ。って車が来たぞ。霊夢、迎えに来たわよ。よしでは遠慮なく乗せてもらう。お迎え料金1000ドルね。え？え？お邪魔します。ここが GTA の私の家よ。豪華でしょ？あ、お酒がある。人様の家のウイスキーを許可なく飲まないで。ウイスキー梅、梅。マリサあなたもか。はぁ、飲み終わった？じゃあ蓋閉めといて。うまい、もう一杯。アルチューか、喫水のアルチューなの霊夢は。もう一杯いっとく？行かないで、私のウイスキーなくなるから。待ってなんくわ、視界がぼやけてきてる。完璧に酔ってるじゃねえか、ウケる。笑えないわ、このアルチューどうにかして。じゃあこれも吸っちゃおうかな。ダメ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 。教えて、セミリア先生のコーナー。今回は GTA オンラインでお金を稼ぐ方法を教えていくわね。車を盗んで売れ。稼ぎ方が犯罪すぎる。手始めにこの車とかどうかしら。よっしゃ、当てねえとけや。犯罪行為が普通に行われすぎて突っ込むべきなのかわからない。車を売れる場所に着きましたね。それはいいんだけど、なんで警察も連れてきてるんだよ。なんか俺らもパトカー売るとか言ってついてきました。嘘つけ、移動中に指名手配されただけだろ。で、これどうやって車を売るんですか。あの、警察振り切ってからじゃないと無理だから。クソだー、なんかもっと高そうな車があった。やっとる場合か、さっさと警察振り切れ。もっと高そうな車があったんですけど。それがその高級車じゃねえか。やばいって霊夢それは。いやー、これを売って私はボロ儲けだー。心が真っ黒に染まってらっしゃる。おかえり霊夢、ってなんかすごくないそれ。そうですよ、これを売れば絶対お金になりますよ。ちょっと待って、あれ、ロスさんとスカスタム準備中なんで。お前が全員引き殺してるからだよ。ダメだこりゃ、別のところに行きましょ。あの、引き殺した人どうするんですか。放置でよくない？かわいそすぎるだろ。別の売り場に来ました。これで大儲けじゃー。え？あ、ちなみに高すぎると売れないわよ。それ先に言えよ。だってその車おそらく90万ドル以上するよ。そりゃ高すぎて売れないわ。でもじゃあなんでさっきのガレージは開いたんですか。確かになんで開いたの。今は武器屋にいます。そしてパンツ一丁がウプ主です。買いなさい、服を買いなさい。絶賛警察に追われてます。日常のように警察に追われんな。あ、警察撃ち殺しちゃった。星さんになってるじゃない。大丈夫、私たちは星さんでも余裕で逃げ切れます。手前に警察いるから。運転下手くそすぎんだろ。待って、挟まれ、スピンしたー。くそ、一度体勢を取り戻していって。一般車両にぶち飛ばされててくさ。くそ、逃げ切らなければ。道路もないど田舎に来てるじゃねえか。さっきからどんだけ逃げてるのよ。こっちは逃げるのでひしりなんだよ。知らねえよ、さっさと自首しろ。なんとか貨物列車のトンネルに逃げ込んで逃げ切りました。ち、よかったな。下を近く隙ないよね。うおお、車ぶち壊してやる。私も応戦する。さっきから何がしたいんだよ。あ、間違ってウプ主殴っちゃった。いりてえ。仲間割れしないで。警棒で車をぶっ壊す。私は銃で車をぶち壊す。マシンガンくらいよだー。思えた。あ、間違えた。じゃあ死んだ。間違いすぎでしょ、わざと。その後無事に車はぶっ壊れました。お前の命は全く無事じゃないから。教えて、エミリア先生のコーナー。 GTA オンラインのお金の稼ぎ方をもう一つ教えるわ。ジョブよ。ジャブ？ジャブはさっきの霊夢がウプ主にかましたやつだから。あの威力はジャブじゃねえよ。じゃあシャブ？シャブは冒頭で霊夢が吸おうとしてたやつだから。おい、やめろ。今回のミッションは暗殺だから、まず目的地に行って。了解しました。って言いながら車を運転させんな。じゃあ疲れてる。一般車両も一般車両で運転荒すぎるでしょ。あ、間違えて車降りちゃった。やべ、俺も釣られて降りちゃった。よし発進。いや、まだ俺車に乗れてない。ここはちょっと待って。じゃあさっきからゴタゴタしすぎだろ。こんなんでミッションできるのか。もちろん無理でした。もちろんじゃねえよ、分かってんならやめろ。よし、今度は朝だから成功できる。お前の場合朝でも夜でも変わんねえだろ。だから関係ない人を撃つな。うんうん、安全運転してるね。あの、今回の目的地と逆方向に進んでるわよ。あ、あ、じゃねえよ、マップ確認しとけ。いい車に乗ってたので盗みます。仕事中に車盗むメリットあんまないからやめて。あ、さっきまで乗ってた人殺しとこ。弾圧ひどすぎる。ほら、人撃ったから警察来るじゃない。まあ欲しい気くらいならすぐに振り切れますよ。無理だろ、お前らのプレイスキルから推定するに無理だよ。って車飛んだー。え、操縦不可能。じゃあ雨が回る。車の運転技術本当に皆無ね。しかも今これどうなってんの。なんかこっから出られなくなったんですけど。どうしてそうなったんだよ。そんな綺麗にすっぽりはまることある。ちょっとこれもう車捨てないとダメそうだな。いや、止まって、もうその車使えないから止まって出て。あふん、まだ希望はあるはずですよ。ねえ、から止まれって続けんだろう。めっちゃウプ主引かれててくさ。笑えない、死んじゃうから。うん、もう少し曲がればいけるか。せめて私がここから出てからにしてくれない。で、警察来てるじゃないの。もうめんどくさいからグレポンくらえ。これ以上警察に喧嘩運のやめろや。さっさと下に書いてあるロスサントス国際空港に行って。よし、パトカー盗みましょう。で、バッとした。ジョブする気ないだろお前ら。パトカーを盗んだので目的地に向かいますか。
振り切れたのでバスに乗り換えます。待って、チームライフ減ってんだけど。アウプ主が死にました。こんなところで無駄に残機減らしてんじゃねえよ。じゃあ、あ、またアウプ主死にましたね。もうチームライフレイなんですけど。おっはぁ、突っ込んでくんな。バス乗せて乗せて。あ、ミッション失敗した。あ、ほくさ、帰っていいですか。わかった、今度はちゃんとやります。よし、空港に着きました。ってなんで降りてるんだよ。いや、もう目的地に着いたから降りるんかなって。空港の中は広いから乗ったままの方がいいわ。これでようやくターゲットを暗殺できるな。あそこの旅客機離陸しようとしてない？いや今別にそこ関係ないでしょ。私が乗ってるバスで飛行機をせき止める。バカー、俺らならきっとあの飛行機を止められる。無謀だから今すぐやめなさい。行ってて。なことで今回はいかがだったでしょうか。いかがだったでしょうかじゃねえよ、頭おかしいだろ。もし面白かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。次の動画が早くなります。こんな頭おかしい実況今日だけで十分だわ。じゃあパート2で会いましょう。またね。